ゼロスはロイドに自らの真意を語らぬまま連れて行かれてしまう。しかしロイドには確信があった。ゼロスが自分のためだけに世界樹を壊そうとしたわけではないと。ゼロスの真意を確かめるためロイドは連れ去られたゼロスを追うのだった。 そんなに強く捕まえなくても俺様逃げたりしねえよ。ああごめん、抵抗する気はなしか随分聞き分けがいいんだな。未練なんてないのに抵抗する意味もないでしょ。ゼロスになっても俺にはあるんだよ。気になることを知らなきゃいけないことが。ロイド逃げるぞ。ゼロス待って、逃がさない。 俺様より目立たないこと。いい？なんで来た？そんなに俺様が恋しかったか？やっぱりお前は嘘つきだ。いつも本音をはぐらかしてごまかしてばかりじゃないか。正直者が好きなんだろ。だったらこんなのほっとけよ。そんなことできるか。 どもがうじゃうじゃとさ。楽な相手じゃないぞ。気を引き締めろ。モンゴルゾーン。
報酬と合わねえぞ。テロスは大事な仲間だ。こんな分かり方してたまるか。俺様の苦手なタイプだよ。ちょっと。強い。ここまでとは。よく鍛えられた使い手だ。気をつけろ。兵士になんて就職しなきゃよかった。
待ってろ今。おいゼロス、